こんにちは、風卓です。今回の風卓サバイバルは番外編で7月17日から18日に開催されたドズル社ミュージアムに来ております。ドズル社の動画はすべて見てきましたので、今回のミュージアムはワクワクが止まりません。今回はドズル社ミュージアムに来れなかった方へどんな感じだったかを伝えれたらなと思い動画にしました。ドズル社のことを知らないって方は概要欄のリンクにドズル社のチャンネルを貼っておりますのでぜひご覧ください。では順番に見ていきましょう。Thank you.
Thank you.
ご視聴ありがとうございました。ドズル社の演者さん、スタッフさんともにワールドを見るだけでチームワークの良さがわかりますよね。だからどの動画も楽しいのかもしれません。この動画でミュージアムに来れなかった方に雰囲気でも伝わったなら幸いです。こんな素敵なワールドを全員に招待していただき、ドズル社の皆様ありがとうございました。今後も一ファンとして応援させていただきます。私も視聴者さんの皆さんに楽しんでもらえる動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、バイバイ。